皆さんこんにちは。経営コンサルタントの中根です。皆さん、ビットコインの価格は再び上昇し始めています。そして我々は人類で初めてビットコインの価格が1000万円を超える日を、もうそこまで目の当たりにしようとしています。私たち一人一人は全員が10億円以上の資産を持つし、そして今後は後に続く人類の幸福と発展のために、今後の人生を費やそうではありませんか。ということでね、ちょっとチャートを見ていきたいと思います。はい、今日はねちょっと幻想的な曲にしてみました。もうね、ビットコインが100万円以下で買えることはもう人類始まってもうないでしょう。もうないでしょう。100万から、ひょっとしたらね、明日、1日前の明日ね、ビットコイン ETF の承認のニュースが流れるので、明日爆上げ、一気に400万、そして800万で1000万つけると。見てください。この美しいチャートを見てください。昇竜拳。見てください。ビットコインは裏切らなかった。昨日ね、ここら辺でくすぶってましたね。昨日の夜、僕は夜の9時ぐらいに動画を作って、しょぼちーんって言ってましたけれども、昇竜拳。竜は再び昇る。今日の朝10時に、音を立てずに一気に舞い上がった。そして今87万5千円。もう少しで90万に到達する余裕です。そして今日の夜には100万を行くでしょう。100万を行くでしょう。なぜならば明日、ビットコイン ETF の承認の通知がなされる可能性が濃厚だからです。前回のビットコイン ETF、もう一個、ウィンクルボス兄弟、不承認も一日前に発表されました。87万5千円、堂々たるものです。ね、ただの押し目だったでしょう。ただの押し目だったでしょう。言ったでしょう、僕が。そして、ネムはどうだ。ネムはどうだ、一時間足だ。はい、ネムもネムから覚めた。ネムもネムから覚めた。また10円台回復。はい、一瞬ヒゲをつけた。12円80銭まではまだほど遠いが、時間の問題だ。ネムはおネムから覚めてしまった。そして、モニャちゃんもおネムから覚めたぞ。おネムから覚めて、昇竜拳。昨日ここら辺でね、寝てたけど、昇竜拳ですね。モネちゃんもですね。そして、ビットコインキャー。ビットコイン、おっと、昇竜拳。はい、こちらも、朝9時ぐらいから爆上げ。43万2千円。堂々したもんだ。そして、サリアム E はどうした？サリアム E も、負けず劣らず、朝の10時から爆発だ。27,850円、十分高い。3万円行った時もあったが、こんなの余裕のポンちゃんで今日の夜抜き返す。今日の夜4万から5万円行くから、4万円から5万円行く。そして次にビットバンクを見てみましょう。リップルだ。ビットバンクのリップルを見て、そしてノアコインか。いろんなところから、
情報が今来てる、情報が今来てる。メイソン・リー、カルロス・ボーン、カルロス・ボーン、スカルス・ボーン、これはビットコインだ。美しい、美しすぎる。なんという竜の、おー、登ってる、登ってる、登ってるではないか。これは87万7000円。あー、これ教授100万いくんじゃないか、これ。あんだけ言ったじゃないですか、こんな、ただのおしめだから持ってりゃ戻るよって。ね。だから、プルリ。リップルも来た。ちょっと弱いが43円、43円。ここは買い時だったね、やっぱね。一瞬ね、39円とか行った時ね。はい、でもまだ安い、まだ安い。50円、60円。はい、とりあえず200円行くでしょう。明日、ビットコイン ETF 承認で。明日、まあ、明後日。で、200円。そして、だらだら、登って、年内に1000円と。あんま、まあ、20倍ぐらいしかならないけどね。20倍しかならない。まあ、2017年はね、1年間で、国内の仮想通貨は平均で200倍になりましたからね。はい、ペペキャッシュは700倍になりましたからね。モナコインも700倍ぐらいになったな。だからこんな50倍とか大したことないですからね。へのカッパですからね、こんなのね。はい。ビットコインキャッシュ。OK。はい。美しすぎる。冷やしで見てみよう。やっぱ違うね。この垂直。真上ですよ。真上。恐ろしいね。これどこまで行くんだろうね。そしてこういうマーケットキャップを見てみましょう。さあ、コインマーケットキャップ、その時価総額は27兆2500億円、27兆2500億円。美しすぎる。イーサリアムすごいよね。22万8000だもん。もうね、一時9000とか8000台とかあったかな。9000台とかね、ほんとしょぼくれたけどね。一時ほんと腐りましたけどね。イーサリアムも復活ですね。プルリも復活、まあ、ビットコインはもちろん復活。35万円であった復活でしょ。ライツも復活、1万円回復の。そうだ、バイナンスコインが7位まで上がるとは思わなかったね。イオスも6位だと。で、エーダ・カルダナ9円40銭、ロントのトロン 3.15 はやっぱ上がってきちゃったね。許さん。そしてそうだね、まあだいたい上がってきてるね。オールワン、オールフォーワン、ワンフォーオールで上がってきてるね。はい、一人はみんなのために、みんなは一人のために、抜けがけせずに、まあ、クリッパーコインだけがちょっと抜けがけしてるけど、あとは大丈夫だと。はい、ということで、やっぱり上がるでしょ。上がるんですよ。こうね、だからポーカーと一緒でブラフの世界だから。ブラフっていうのは、ブラフっていうのはね、騙しだね。騙し、他人を騙す。金融はね、他人を騙してね、他人の金をかっさらうからね。ポーカーってポーカーフェイスのでポーカーって名前来たからね。ポーカーっていうカードゲーム、どっから来たかというと、カードをこう22とかね、21とか20、21か、21とか20とか持ってれば勝つでしょ。でも、本当はさ、10ぐらいしかないんだけど、ポーカーフェイスでさ、余裕で俺21持ってんだけど、みたいなね、顔するとみんな降りていっちゃうでしょ。そしてパーンって最後にさ、出したらさ、10ぐらいしかなくて、おい、なんだよみたいな。それがポーカーって、ポーカーフェイスでいれば勝つってことです。だから、この仮想通貨投資とか FX も株なんかも全部そうなんだけど、自分で自分にポーカーフェイスでいるわけですよ。自分の心の中は、ね、値段が下がって動揺し、また値段が爆上げして動揺し、高揚し、で、どうしようどうしよう。もう仮想通貨の資産が40億ある、50億あるっていう人、たくさんいると思いますよ。僕も個人コンサルでたくさん会ってきましたから、そういう人とはね。20億あるんだけど、50億あるんだけど、今決済してもいいですかね、先生。あなたの心に聞きなさいと
いつも言ってきました。そしてね、50億も出たら、まあ、税金払わなくちゃいけないけれども、残ったお金で大豪邸でも買いなさいと、私はいつも伝えているわけでございます。はい、ということで、ね、今回はね、ビットコイン再び爆上げ。まあ今日はね、仮想通貨の口座持ってる人もね、銀行からお金入れられないじゃない。今日は休みだから。はい、だからね、まあダメですね。だから明日、月曜日、朝ね、9時になったら速攻でね、銀行行ってね、で、送金してね、まああとはネットバンキングで送金して、クレジットカードでも買えなくなっちゃったからね。去年の3月31日まではクレジットカードでも買えたんだよね。財布とか、コインチェック、それと、ビットフライヤーか。あれだよね、ショッピング枠で買えたんだよね。ビットコインとかね。そして換金、日本円に換金できたから、それダメって金融庁にバレてね、言われちゃってね、できなくなったわけだけど、ショッピング枠を現金ができたわけだよね。それも相まってさ、仮想通貨として人気になっちゃったんだけども、まあ今はダメですね。明日になったら遅いけど、明日朝一番で銀行行って ATM で振り込んでね、そしてビットコイン、ネム、リップル、安いやつ。ネムむちゃくちゃ安いからな、今な。まだ10円だからね。ネムどんだけ爆発するかわからない。そしてね、昨日も話したんだけど、昨日の有料会員さんだけに話したんだけども、ビットコインあるでしょ？ビットコイン今冷やしにしてですね、大きくするよ。で、こうあるじゃないですか。これは2017年の12月、7日くらい。240万まで、250万か。255万まで爆発したけど、こんな大したことないって、1ビットコイン200なんて。ね、こんな山なんて、どこだったっけっていうぐらいね、値段上がるから、こうやって。どんどん上がっていくから、どんどんね。どんどん上がっていって。ここ2000、あ、200万でしょ？これ、200万の、これ400万でしょ？600万で、800万までか。まあ、ね、800万でしょ？年内800万だよね、ビットコインね。そしてこうさ、どんどん行くでしょ？これが800万じゃん？それで、これが2000万ですよ。2000万。ね、1ビットコイン2000万。あれ、どこ、山どこだったっけ？2017年の年末と。でね、2000万どころじゃないと、1ビットコイン1億いくって言ってるね。マカフィーのね、セキュリティ会社のマカフィーの社長もいるから、1億ってまだまだ先。ここ1億、ここがね。はい。ここが1億なんですよ。1ビットコイン1億いくと思うよ。なぜかというと、仮想通貨全体の中で、総発行量をね、最初から最後までガチガチに決めたのがビットコインだけなんですよ。他のやつは、財団法人の考え方によって、いくらでも増やせるんですよ。ね、リップルとかね、いろいろね。ただ、イーサリアムとかね、ビットコインだけは、もう一生増えないんですよ。したら欲しい人がいっぱいいればさ、それはもうダイヤモンドとか金のように高くなっていっちゃうわけですよ。で、これからどんだけ増えます？これビットコイン買う人。で、これ1億円ね、ここね。ね。そうすると、2017年の、爆上げってどこだったっけって、どこだったっけ、ないじゃん。水平線じゃんっていう感じになっちゃう。あ、ここかと。ここでなんかあったよねって。で、こう、ブワーって爆上げして1億だから。ね。だから、こんな感じよ。大体こんな感じよ。うん。アメリカ初だからね。仮想通貨っていうのは、ビットコインっていうのは。アメリカ発祥の金融商品っていうのは、ガチ保してれば右肩上がりするから。ニューヨークダウだってそうでしょ。ずーっと持ってればさ、アップルだって、ペプシだって、コカコーラだってさ、なんだかんだね、途中で下がったり上がったりしながら、なんだかんだって右肩上がるんですよ、アメリカの金融商品っていうのは。で、日本はダメね。日本は金融の文化がないから、ね、お金を稼ぐのが悪いことだと思ってるから。で、ドーンと下がるわけ。日経平均なんか戻らないし。アメリカ発の金融商品、今回仮想通貨だけども、ガチ保してれば上がるんですよ。ずっと1億だろうが、10億だろうが。ね。だから、これ、日本の金融商品じゃないからね。アメリカ発の金融商品だから、
ずーっと上がっていくことは間違いない。うん、あの、下手すりゃ今年の年末2000万ぐらいいくんじゃないですか。うん、2000万。みんな億万長者だよ。もうね、87万なんてね、こんな安い金額ありえないから。うん。そして、ま、ね、皆さんお孫さんができたときに、おじいちゃん、おばあちゃん、なんでおじいちゃん、おばあちゃん持ってるビットコイン、87万5千円で買えたの？教えて。戦争の時代だったなとか言われちゃうよ。ああ、平成の時代に買ったんだよ。ってね。あ、令和元年に買ったんだよ。え、令和元年。それは、インターポールの銭形警部と同じ年ですかと。銭形警部は昭和一桁台じゃないか。違うよ。そんな感じでね、なりますので、今ね、あなたが本当に億万長者になりたければ、あなたが本当に豊かな暮らしをしたいのであれば、どう行動すればいいのか、もうお分かりですね。残された時間はあと少しです。お互いに億万長者になって、ハワイのワイキキビーチで会いましょう。それでは、千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。神のご加護と幸運を。